国土交通省は今月23日に開業する西九州新幹線の線路やトンネルなどの検査で安全性が確認できたとして JR 九州に合格証を手渡しました。鉄道事業法第10条第2項の規定により合格とする。今月23日に開業する西九州新幹線は佐賀県の武雄温泉駅から長崎市の長崎駅までのおよそ67キロを最速23分で結びます。先月国交省が線路や停車場、車庫などを検査したところ各施設で安全性が確認でき、信号などの保安設備も技術基準に適合していたことから JR 九州に完成検査合格証を交付しました。 JR 九州の古宮洋二社長は開業を無事に迎えられるようにますます身の引き締まった思いですと話しました。